マディソン、サムだ。探してた情報を手に入れたぞ。マーブルストリートのアパートのオーナーはエイドリアン・ベイカー、元外科医だ。裏で麻薬中毒者に薬を売っていたようだな。儲けた金で安いアパートを買い上げた。その一つがマーブルストリートのアパートだ。結局捕まって数ヶ月服役した後、医師免許を剥奪されたらしい。なるほどね。情報ありがとう。オンに切るわ。マディソン、気をつけろよ。いいな。ええ、またね。Eさんが指を切ったアパートの持ち主がここに住んでる。大した手がかりじゃないけど、これしかない。こんにちは。睡眠薬が買えるって聞いたんだけど、処方箋なしで。すまんが何かの間違いだ。さようなら。待って、私本当に困ってるの。お金ならあるわ。最初からそう言わんか。入りなさい。それで睡眠薬だったかな、お嬢さん。不眠症かね。どれくらい必要だね。そうね、3箱か4箱ぐらい。それならお安いご用だ。わしは飲み物を用意するが、君は。ええ、ぜひ。見たことのない顔だが、誰にここのことを？噂には聞いてたけど、いいところね。他の薬も手に入るの？何にでも値段があるんだよ、お嬢さん。例えば君はいくらかね。もういいわ、私は売り物じゃない。アパートを貸してるって聞いたんだけど、部屋探してるの。悪いな、お嬢さん。今は空きがないんだ。残念。マーブルストリートの周辺で探してたんだけど。どうかしたかね。知らない人から物をもらうなと教えられなかったのかな。ん？マシューを紹介しよう。国勢調査のために来たなどと言ったが、彼もろくでもない政府のスパイだったというわけだ。マーブルストリートのアパートに興味があると言っていたかな。そこなら友人のパコに貸しておる。何をしとるか知らんが、ブルーラグーンのダンサーとしけ込む場所に使っているんだろう。正直どうでもいい。家賃さえ払ってもらえれば何をしようが勝手だ。さてと、おしゃべりはこのくらいにして。手術は恋しくてね。だから機会があれば実践してるんだよ。ここには手術道具がないから。
える道具を使うしかない。悪く思わんでくれよ。じっとしてチクッとするぞ。よく思わないか。何か始めようとすると必ず誰かの邪魔が入る。すぐに客を追い払ってこよう。動くなよ、すぐに戻る。こんにちは。主の御言葉をこの素晴らしい聖書に託してお届けしに参りました。たった5ドルの献金でこの聖書をあなたにお渡しいたします。結構興味ないよ。まさか主の御言葉に興味がないとおっしゃるのですか？主の従順な信徒である我々は聖ヨハネがおっしゃったように。ありがたいが必要ないんだよ。この悪意に満ちた現代社会で聖書を必要としない。主の御言葉で平和と安穏がもたらされるのです。たったの5ドルで。いい、わしは聖書などいらんのだ。帰れ。すまんな、手術中に邪魔が入るのは嫌いでね。さて、何の話だったかな。信じられるかね。今日はどうやら引っ張りだこのようだな。2秒だ、すぐに済ませるよ。主はあなたに対し特別な計らいをしてくださいました。主はこの荘厳なる聖書をたったの3ドルで提供するそうです。分かった、負けたよ。さ、中に入って。ちょっと待っててくれ、3ドル用意しすまんな。次の客が早く来すぎたようだ。まあ心配ない。お前を片付ける時間は十分ある。怖がることはない。わしらの最後の一曲を忘れられない思い出にしてあげよう。